はい、皆さんこんにちは。栄養家の小渕です。本日は栄養の、レッスン3、のプラクティス2の解説をしていきます。で、授業で、もうね済んだと思いますけどね、復習として見てもらえればと思います。はい、それでは頑張っていきましょう。はい、それでは教科書21ページプラクティス2見ていきましょう。1番です。括弧内から適切な方を選びなさい。1番 Don't worry、Don't worry ですか、心配しないとかね。She better soon だからね、 Soon はすぐにだね。はい、すぐに良くなるよとかだね。はい、とこですから、これ未来のことだね。これは Will be を選びましょう。すぐに良くね、でしょうとことだね。はい、これはウェルビーが正解になります。2番、これは tomorrow がありますね。明日です。明日私はその本を、はい、未来ですから、これウィルつけましょうね。ウィルリードだね。はい、 I will read the book tomorrow となりますね。はい、私は明日その本を読みますよとですね。はい、3番、 please call me when you at the station。はい、これですね。はい、まずここまで見ましょう。 Please call me、 私に電話してくださいってことだね。はい、これは When you at the station、 駅に着いた時にってことだね。時に電話してくださいってことだね。でこれなんですけども、この when は時って意味だよね。はい、でこれはですね、時を表す副詞節の中は未来のことでも現在形を用いるというルールがありました。ですので、これは答えは arrive の方です。はい、注意してくださいね。はい、実はこの when にはときって書くときと、ね、いつって書くときだけどね、ときといつとあります。はい、で、ときと書くときにはこれね、未来のことでも現在形を用いますよってルールに言います。はい、ね、逆に言うと、いつって書くときは未来のことは未来なんですけども、それはまた後ほどね、出てきますので、あと確認しましょう。はい、4番です。Do you know when Chris?バックとありますね。はい、これですけども、Do you know、はい、知っていますか。はい、クリスが、これはあれだね、知っていますか、何を知っていますかと、目的が必要です。はい、目的がこれは when 以下です。これはいつクリスが戻ってくるかということです。という、これでこの When Chris back まで、これがね、大きな目的語なんです。これね、いわゆる名詞、長い名詞になります。はい、ってことなんです。さあ、先ほど言いましたように、未来のことですね。で、いつって訳します、ね、訳す場合はこれは未来のことは未来のままでいいんですよね。なので、これはこちらです。 Will come です。はい、 Do you know when Chris will come back となりますね。はい、この3番と4番注意して見てみましょうね。はい、5番です。 Let's go swimming if it fine next weekはい、これ来週、next week ありますね。はい、だからこれは未来のこと、will だなと思った人も多いと思うんですが、はい、この if に注意しましょう。さあ、先ほど言ったように、はい、if にはもしなんとかならばって意味と、もう一つ
なんとかかどうか意味があります。はい、実はこのいわゆる if、 もしなんとかならばというこれ条件説と言います。こういう条件ならばってことはもしってことだね。はい、こういう場合は未来のことでも現在形を用いるよというルールが、はい、ありますので、はい、これはレッツゴースイミング、泳ぎに行きましょう。これは来週晴れたらとかね、はい、もし来週晴れたらとかですね。そうするともしなんとかならばという意味なので、これは未来のことでも現在形を用いますので、これは will be ではなくて、はい、is の方が正解になります。はい、ね、まあ、時を表す副詞節とか、に関しては他にもね、before とか after とか until とか by the time とか as soon as、ね、なんてあるんですけども、このね when はね、いつって書くときと時って書くときがあるから、ね、区別しにくいんだよね。ってことはね、これよく聞かれたりしますので注意してください。で、if をもしって言う場合と、なんとかどうかって意味あるので、この違いをね、聞かれることが多いので注意してね、見るようにしてください。はい、2番いきましょう。日本語に合うように、括弧内に適切な項を入れましょう。1番、この夏私は沖縄にいる友人のところを訪れる予定です。はい、This summer、 今年の夏ね、訪れる予定です。ここにね、B 動詞ありますね。これは I am だよねのことです。はい、さあ、もちろんこれは I am going to visit my friend in Okinawa this summer となります。はい、基本的に Be going to は、ね、決まっている予定を表す時使えるからね、覚えていきましょう。2番、来月新しいショッピングモールが開店する。はい、 next month、 来月ね、なります。はい、ということなので、これは未来のことですから will open っていうかな、 a new mall will open next month となります。あともう一つ、現在進行形は近い未来を表しますよっていうことがありましたよね。ですので、 a new mallis opening next month でも OK です。はい、ね、はい、この2種類の方ありますので注意をしてください。3番です、雨が降りそうだ、山を降りましょう。はい、これは it's ですね。これはもちろん it is ですからね、 it is going to rain、 let's go down the mountain となります。この be going to は状況から判断した近い未来の予測だよね。予測、ね、例えば雲が、ね、出てきた、ね、空が暗いとか天気予報が言ってるからとか、そういうね、予測が成り立つ、まあ、状況があって、その上でね、雨が降りそうだなんていう場合ね、この場合 be going to を使いますからね、覚えておきましょう。4番、明日さらにバースデーカードを送ります。はい、tomorrow、 未来のことですね。はい、これは単純に I will 送るは send だね。はい、 I will send a birthday card to Sara tomorrow となります。5番です、その列車は午前10時に横浜駅を出る。はい、未来形としては使ってますけども、いわゆるこれは時刻表を考えてくださいね。これはね、もちろん今日も横浜駅出ますけども、明日もだね。はい、これはいわゆる昨日も今日も明日もとこだね。確かに明日も横浜駅出るんでしょうけども、これは明らかに現在形のことだよね。ね、未来のことも扱ってますが、これは現在形ですよね。ということなので、
はい、これは、出発するというリーブを入れましょう。で、主語が the train 単数なので、そうつけましょうね。leaves です。the train leaves 横浜 station at 10 a.m. となります。6番、もし明日試合に勝ったら昼ご飯を持ってあげるよ。はい、はい、もしですね、if です。はい、これはいわゆる条件説です。はい、ということは tomorrow がありますけども、v でつけませんからね。未来のことでも現在形を用いますよというルールがありましたね。はい、ですから if you win the match tomorrow で思ってあげるよってことですから未来のことだね。はい、こちらは v でつけますよ。 I will buy you lunch、 あなたにランチを買ってあげるよってことだね、となります。はい、3番いきます。日本語に合うように括弧内の語句を並べ替えて英文を完成させなさい。1番です。今夜は私が夕食にカレーを作ります。はい、私がですから I だね。 I で、そうすると、今夜はってことはこれからのことだね。なので未来の will をつけましょう。作るはメイクです。 I will make、 はい、作るものはカレーですのでカレー、はい、いきますね。はい、残ったのは for dinner、 はい、夕食にだね。はい、夕食のためにってことです。で、最後に tonight つけましょう。I will make curry for dinner tonight となります。はい、2番、マイクはこの週末新しいコンピューターを買う予定だ。はい、なんとかする予定です。はい、そうすると、あ、これありますね、 is going to があります。はい、で、買うは buy だね。はい、マイク is going to buyニューコンピューター。はい、最後に this weekend。 はい、 Mike is going to buy a new computer this weekend となりますね。はい、3番、私たちは7月18日にチャリティーイベントを開催する予定です。はい、そうするとね、これは主語は we だね。開催するってことですけども、はい、そうしますと、はい、これはホールディング使いましょうね。こういうふうに開催する、そういう会を催す、開催するっていうのはここのホールドを使います。はい、で、アーがありますね。はい、アーホールディングという、これは進行形を使いましょう。進行形は近い未来、近未来を表すときに使うことができますからね。はい、ですのでWe are holding、 はい、何をかというとチャリティーイベントだから、あ、チャリティーイベント、はい、 on July 18th となります。ちなみにこの on は特定の日を表すときには on を使いますからね。7月にだったら in July だもんね。はい、ね、July 18th って特定の日なので on July 18th となります。はい、We are holding a charity event on July 18th となります。はい、4番、日本を立つ前に京都に連れて行ってあげましょう。はい、ということは、これはまずは京都に連れて行ってあげましょうって文を作りましょう。ね、連れていくは take です。 take は take A to B、 A を B に連れていくという言い方をします。ですので I will take you to 京都まずなりますね。will
take you to 京都ですね。はい、で前にですから before つけましょう。 before you leave Japan、はいね、before は、ね、時を表す、ね、接続詞ですので、はいね、未来のことですけども、はい、これは現在形を用いますよというのがありましたね。はい、ではこちらは上がつけますけど、この before 以下は現在形しますからね、そこを注意をしてください。この will の張り位置ね、間違いないようにしてみましょうね。 I will take you to Kyoto before you leave Japan となります。はい、お疲れ様でした。ね、動画をねうまく活用して、授業を終わった後ね、復習をするという習慣をね、つけてみてくださいね。はい、この後ね、ワークブックの方の動画も上がりますので、そちらでね、解いた後、確認を必ずするようにしてみましょうね。はい、それではまた、次回お会いしましょう。See you!